常年司チャンネルニュースの空がわがおー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー、シニアリーグのね、興奮冷めやらぬ中収録をしてるんですが、今日見事でしたね。チーム3系5対1でナイス左回転のシュート決まりまくりということでね、5対1で圧勝して2連勝ということになったんですけれども、もう左回転のシュートがね、なんで決まったかというと、いいボール上がったんですよ。憲法記念日が近いのでね、憲法についてほら、自民党がちょうど安全保障調査会でね、政府に対して防衛費を GDP2% にしろとかね、反撃力、打撃力でいいと思うんですけどね、反撃力をね、やってくださいということで提案したということでですね、キーっていうね、脊髄反射みたいな感じでね、持ってきましたよね。ただね、 VTR 見てて私思ったんですけど、北朝鮮がね、核の先制使用も辞さないようなこと言ってみたりとか、チャイナは相変わらず軍拡やってるし、ロシアなんて戦争してるわけでしょ。こんな中でですね、当然ですよ、日本もそれに備えてね、防衛費やっぱりちょっと見直していかなきゃいけないし、我々のね、自衛隊にね、いろいろ今手足縛ってますから、そういうものもですね、手足を縛らないようにね、自衛隊の方にしっかりとこの安全保障をね、アメリカ軍と連携しながら考えていかなきゃいけないということでね、いわゆるこう敵基地を攻撃する能力なんかについても検討すべきだということを言ったんですが、まあすごい脊髄反射でね、憲法のこのね、解釈そもそも間違ってますし、さらに言うと論点ずらし、それからハードル上げてできもしないことを言ってみたいな、このパターンがあったんで、彼らのですね、論議のやり方というのですね、まあ僕もディベートやってましたからね、弁論もね、その憲法がーって言ってる人たちの反論パターンをちょっとまとめてみたいなと思うんですけど、途中ね、今日日曜討論にもちょっとね、出張してね、勝手に副音声やってて、その中でですね、令和新選組の山本太郎さんなんかが言ったのすごく繋がるんですけど、まずパターンとしてはですね、憲法に書いてあることに関する解釈をですね、東大憲法学の解釈でやっちゃうんですよ。だから憲法にはですね、専守防衛って書いてあるみたいなことを言うんですけど、そんなこと書いてませんからね。はっきり言うと、そんなことは書いてないですよ。よく読んでください、これ。専守防衛とも取れるようなことは書いてあるけど、でもね、これ読んで。違うんだよ。そうじゃなくて、集団安全保障ね、国際秩序を中心とした集団安全保障を前提にですね、いわゆる戦争ね、戦争は二度とやりません。戦争ってのは何かというと、今ロシアがウクライナにやってるのね、あれが戦争ですよ。そういうのを使って国際紛争を解決するような、そういうことはしませんと。公選権なんてものはもうないんですと。このように公選権は存在してませんと。戦争する権利なんてないんです。戦争は違法なんですっていうことが憲法に書いてあるんだぜ。大丈夫？逆にそういう違法な戦争に日本が仕掛けられた場合には、当然国際秩序が救援に来るんですけれども、それまでの間、自力で持ちこたえますと。さらに言えばその地域の安定化のためにね、貢献しますと。国際社会における名誉ある地位でしょ？つまり今国際秩序を守ってるの誰ですかと。ウクライナを応援してる側ですよね。こっち側で名誉ある地位を占めたいわけだから。それに対する手段については何も憲法には書いてないんですよ。だから専守防衛だから、殺傷能力のある武器をウクライナに送ってはいけないなんてことを言う人いますけれども、そんなのどこにも書いてないよ。送れますよ、全然。現行の仕組みの中でもね。装甲車とか送ったらいいんですよ。昨日私ニコニコ超会議行ってね、自衛隊の装甲車見てきましたから。こういうの送ったらいいじゃないかって思いますよね。ロシアにね、そんなことやったら狙われるじゃないかとか言うんですけど、もうとっくにロシアは敵国認定してるから。っていうか敵国認定する前にさ、去年の8月にね、ガチで日本狙ってたわけですからね。日本と紛争を起こそうかと思ったんだけれども、あまりにもスーパーハードモードで無理ゲーだったんで、日本の侵略を諦めましたっていうのが現実なんですよ。じゃあなぜ諦めたかといえば、自衛隊が強いから。日米同盟があるから。いざとなったら日本人はちょっと結束するとやべえなと。今のこの世論の情勢なんか見ててもそうでしょ。今日のね、菅さん、淳さんとかね、浜田さんとか、ナトゥーとか、あの辺が言ってたような典型的なこの論点ずらしですよ。あ、関口さんも言ってたね、軍事力じゃなくて外交力を高めて戦争を抑止することかとか言うんですけど、そうやってね、手段を限定しちゃダメなのよ。ありとあらゆることを使って戦争は抑止しなければいけない。その中に軍事っていうのも当然入るから、日本は軍事だけやってこねえなって思われたら、そこが好きになってウクライナみたいにやられるわけですよね。その辺をですね、ちゃんとね、憲法を正しく解釈するということでね、こちらの本でね、学んでほしいなと。その論点ずらしの典型なんですけど、今日やってたね、関口さんがやってたやつですよ。これはもう典型的です。軍事によるね、手段ではね、武器は何も解決しませんと。平和のためにね、外交力を高めて外交的手段で平和な枠組みを作ってる。今日日曜討論で共産党の小池さんも同じこと言ってましたよね。そういうなんかアジアの平和になるための話し合いの枠組み、 ASEAN みたいなものを作ってって言うんですけど、習近平とプーチンとキム・ジョンウンでさ、それどうやってやるんだよって話で。それはできたらいいよ。枠組みは作っても守らないわけでしょ。だってブダペスト覚書を破ってウクライナ侵攻してきた奴らですよ。日ソ中立条約をかつて破ったロシアなわけですよ。国際的な条約をちゃんと守んない連中なわけですから、そんな人たちとね、話し合いをしてどんな有効性があるんですかと。結局日本を攻めなかったのも、ポーランドやフィンランドを攻めなかったのも、攻めたら反撃されて自分がやられるかもしれないと思ったから攻めなかっただけでしょ。ウクライナはやってもさ、どうせ弱いから勝てると思ったから攻めてきたわけでしょ。ってことは、話し合いの通じない相手と我々は平和を構築しなきゃいけないわけですから。そうすると話し合いの通じない相手に対してですね、最も説得力のあるものは何かといえば軍事力ですよ。やったらそれ以上のひどい手痛いしっぺ返しを食うよということが最初から分かっていれば攻めてこないわけですよね。今回ね、日本とか北欧、フィンランドとかあの辺とかね、とかそれからウクライナ、いろいろね、こう天秤にかけながらロシアはね、
検討したんですよ。紛争どこで起こそうかと。日本も検討対象だったんだぜ。でも攻めてこなかった理由は何度も言いますけど、自衛隊が強い。日米同盟がある。もし攻めたら日本人も世論一気に変わってですね、向かってくるかもしんねえ。やべえと。かつて日本にひどい目に遭ってますからね。シュムシュ島でもフルボッコになってますし、ノモンハン事件でも実はもうフルボッコにされてますからね。日露戦争でも負けてるしね。だからちょっとビビってんですよ、日本に対しては。というところがあるので、今回来なかったんですけど、本当に日本が外交しかやりません。軍事力もありません。防衛費も世界的にね、2% も増やそうとしてるのに、1% の枠内でね、弾がないのが弾に傷みたいな状態で自衛隊がね、装備は強いけど弾薬なんかすぐねえだろうと。ゾンビ飽和攻撃みたいなことやったら、すぐ弾が尽きて、これでやっつけられるんじゃないかみたいな思われたら、もう負けなんですよ。そうならないためにこのね、軍事力、あるわけですよ。実際に、ウクライナは弱いと思われて攻められたわけですから、外交能力に頼るっていうのは、それだけにするっていうことがすごい問題で、軍事をやらないための言い訳、論点のすり替えとしてね、外交力がなんとかって言ってくるの自体が、もうこれ古典的なんですね。私が子供の頃からずっとやってました、サイクが。古典的な議論のすり替えなんですよ。こんなのすぐ見破られてしまうし、何言ってんだこいつって感じになりますよね。さすがにね、最後ね、松原総務デートと言ってますけど、松原さんさすがにそれはちょっとまずいなということで、今ちょっと状況が変わりつつあるというようなことをちょろっと言って、でも最後、引き戻そうと思ったところで時間切れで終わってしまったんですけれども、そういうことですね。一応彼はジャーナリストですから、この現状の変化ですよね。ロシアがもう完全にこの国際秩序、国際法を違反して、ああいう攻撃をやってきたということで、ガラッとですね、ゲームのルールが変わったというかね、状況が変わったっていうことはさすがにこれ認識してないと、活動家なんだかジャーナリストなんだかわかんねえみたいな話になりますよね。ご活動されてる方っていうのはみんなですね、この論点のすり替えをやります。これが一つ目。これはね、どっちかっていうと、非軍事化方面での論点すり替えっていうやつです。もう一個のすり替えはですね、これ山本太郎さんがよくやるんですけど、めちゃめちゃ高いハードルを言うんですよ。例えば、今日の山本さんの言い方だと、経済制裁なんか効いてないと。これね、ロシアを追い詰めるのに10年かかると言われてると。じゃあ10年間ウクライナのね、人々が戦争で死ぬのを見殺しにするんですかとか言って、あれ何こっち側なのみたいな風に一瞬思わせておいて、ロシアとね、交渉してすぐに戦争を止めなきゃいけないと。そのために、ロシアの外交官を追放したのはマイナスだっていうロジックにつながるんですよ。ここで最後グニャってこう曲げてくるんですよね。このパターンもあります。高いハードル出して、示して、そのハードルを超えるために、なんかロシアと仲良くしろみたいなわけわかんない議論にこう引っ張っていくと。こっちのパターンとね、両極端なんですよ。間がないんです。もう軍事を完全になくしてしまって、外交だけでやれっていうパターンと、異常に高いハードル。例えば、竹島問題とか尖閣の問題とかもね、じゃあ今すぐチャイナと戦争するのかとか、こういうことやるわけです。これまあよく極右がこういうこと実は言ってたんですけれども、極左も結構このロジックは真似して言ってる人多いですね。山本さんなんかその典型だと思うんですけどね。大体ね、そのね、極左極右の極端な意見の行き着く先っていうのは、武装中立というですね、もう絶対できない、超ハードモードみたいなやつですね。この全然ダメですよね。武装中立なんてやったら日本はね、それこそ北朝鮮みたいな形で、もう経済よりも軍事力優先でね、本当に経済壊れるほど軍事費投入して、GDP2% とか 4% とか使わないと守れないよ、マジで。この国だってアメリカのね、同盟なしで考えた場合って、確か防衛費は20兆から25兆ぐらいないと多分成立しないぐらいの、結構守るの難しい場所なんですよ、日本って。だって海ほら開けてるしさ、日本の海軍力だけで守ろうと思ったら結構大変なのね。だから戦前結構無理しちゃったわけでしょ。だそういうのも含めて、やっぱりね、同盟ってのはすごい大事なんですよ。同盟のおかげでお金も結構浮いてると。日本の経済にプラスになってるっていう部分はあるんですが、とはいえですよ。アメリカ経済がね、昔ほど世界経済におけるね、圧倒的な地位は占めていないので、それに対してですね、GDP に応じた応分な負担というのはやるべきだと。NATO 基準で 2% でしょ。世界平均も大体 2% でしょ。だから日本だって世界平均ぐらいやるべきですよね。それだけ世界のね、平和であることから恩恵を受けてるわけですから、それに対する恩返しは必要と。ただしその軍事力というのは、国権の発動たる戦争に使うための軍事力じゃないんですよ、ということね。ここね、憲法にもちゃんと書いてあるから、そのことはないんですけど、昔は日本は国権の発動たる戦争をやってたわけ。ロシアみたいな戦争をやっちゃったわけよ。例えばほら、ドンバスにさ、軍事技術的な措置をみたいな感じで、ね、いきなり進駐してきたでしょ。南部普通に進駐っていうのはドンバスにいきなり軍隊を送り込んできたのと同じような形で見られちゃうしさ。それから満州事変からね、ずっと続くこのシナ事変ね。この流れっていうのも、基本的にはですね、ドンバスの紛争に介入したのと同じようなことを日本はチャイナの大陸でやってたというふうに整理した方がいいと思います。ああいう形でね、軍事力は使いませんよというのが憲法に書かれてるわけですよ。じゃあどういう形で使うかといえば、今のウクライナ軍みたいな形で使わなければいけないということで、こちらね、ぜひ読んでください。さらに言うとね、むちゃくちゃな憲法解釈ね、専守防衛だって書いてあるみたいな言い方とかさ、なんか非武装中立を目指さなきゃいけないなんてこと書いてないのよ、憲法に。書いてないんだけど、そういうことをね、むちゃくちゃな解釈でやってる東大憲法学というのがあるんですよ。いわゆる憲法学って東大憲法学ですから。それがね、もうほとんど病気だと。こちらの本ね。病気です。どれぐらい病気かということをですね、もう完全論破したんですが、この本に対してですね、未だに反論はありません。この本が出たのはですね、初版はですね、2019年に出た初版本ですけれども、こちらね、憲法学の病。これ、篠先生の本ですけど、これもね、まともに反論してきてないんですよ。東大憲法学の人。ちゃんと反論して、これね。私のチャンネルで討論するならいいですよ。木村聡太さんと篠先生で、お二人で議論されるなら、僕はちゃんと中立的な司会としてですね、やらせていただきますので、ぜひですね、議論してほしいなと。議論をね、避けて通ってこの論点ずらしをするつのはいかがなもんかなと。今回の
三文字でね、いわゆるやばい方のね、やわやわの方の意見で、軍事は考えないで外交力でって、これまさに論点ずらしだし、ハードル上げてですね、できもしないこと言ってですね、ロシアと仲良くしろなんて、これ論点のねじ曲げですよね。こういうことをもうやってるようではですね、全然その現実的な話にならないので、もうちょっとですね、ちゃんとね、憲法のことね、真面目に考えてください。最後の皆さんもね、金閣玉城のようにですね、戦争放棄とか平和主義って書いてあるんじゃないんですよ。憲法にそんなこと書いてねえんだよ、ちゃんと読めよというお話ですので。ちなみにですね、憲法記念日の次の日はですね、私の誕生日です。5月4日なんで来週のですね、深夜リーグこと勝手に副音声サンデーモーニングもね、これもですね、お誕生日シフトで行いたいと思います。それから5月4日ね、ジョネドラダムス生誕祭ということでね、これ玉川徹さんに祝ってもらおうかなと思ってるんで、モーニングショーのね、勝手に副音声でもやろうかなと今黒幕と相談してますので、また後ほど発表しますので、ぜひそちらもご期待ください。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。